アレラリビューは、ウクライナのリビューにある競技場。現在は、ベレスリーネとカルパティリビューが、本拠地として使用している。UEFA 欧州選手権2012の、グループステージ開催スタジアムでもあった。2011年から2012年までは、カルパティリビューの本拠地であった。しかし、5試合のみしかプレーせずに、元の本拠地に戻ることになった。また、ホベルラウージュホロドは、 ホームスタジアム再建のため、トースタジアムでホームゲームを行ったことがある。2014年から2017年までは、シャフタールドネツクが本拠地を置いている、ウクライナ東部での紛争を理由に、トースタジアムでホームゲームを行っていた。スタジアムの収容人数は450席の VIP 席を含め34,915人である。スタジアムの屋根は、 すべての観客席を覆い屋根の中央が空いておりピッチには十分な光が当たるスタジアムの下には3つのレベルの駐車場が設置されているまた VIP 用の駐車場は1593台分備えられている以下はスタジアム西部215.7メートルにある設備リビウ国際空港はスタジアムの北西に位置していて空港からのアクセスはベルトウェイ または、ルート11を使用すると便利である。2012年6月、UEFA 欧州選手権2012の開催スタジアムとして、グループ B の3試合が行われた。2013年9月6日に行われた、2014、FIFA ワールドカップブラジル大会予選ウクライナ対、サンマリノ戦で、サポーターが人種差別的な行動などをしたため、 2013年9月27日、FIFA 懲戒委員会は、トースタジアムの制裁措置に関する決議を採択した。これにより 2014FIFA ワールドカップブラジル大会予選ウクライナの A 代表チームの試合は無観客試合で行われた。さらに 2018FIFA ワールドカップロシア大会予選の全期間にわたって、ウクライナの A 代表チームが トースタジアムでの試合禁止を余儀なくされた。ありがとうございます。